よし、のぞ、のぞから始まる。また二人でいる。ねえ、ちょっとあいつが来てるじゃないのよ。この二人どういう関係？付き合ってんのね。言いなさいそういうの。ってことは最後のジャッジの時なのね。ランタンはこの試練を乗り越えられるのかしら。あのゴールデン審判小僧か。君には関係のないことにゃ。え、最後の審判？あ、そういう最後の審判用のキャラなの、あのゴールデンジャッジは。あ、これか、地下3階。ほー、え、普通に会いに行っていいのかな。とりあえず見に行くか。地下3階にいるみたいだ。あ、いたいたいた、これだろ。お、いた。金色だぜ、マジで色違いだ。え、普通に話しかけていいの。こんにちは。あ、声は一緒なんだ。よくぞここまでたどり着いた。いや、普通に歩いてきたけど。まずはそれを褒めたたえよう。ありがとうございます。これから君の最後の審判を行おうではないか。最後の審判。お、なんだ、ノーマル。何、囲まれた。それでは最後の審判を始めよう。え、何、何が始まんの、最後の審判って。はっはっは。君はエンジェルドッグを追跡中。審判小僧1号。彼女は突然喧嘩を始めました。喧嘩をしていた相手はどっちだ。え、え、いや、グレゴリー。よし、それじゃあ真実の天秤に聞いてみよう。え、何これ、心理テスト。金と、いや、喧嘩してたのはグレゴリーだけど。君の心もゆらゆらチーン。え、何何何、何を審査されてるんだこれ。ジャッジメン。おーおーおー、回ってる、はい、はっ。あ、金の方が落ちた。おお、ハートが残った。え、なんだよ。続くの。君はキャサリンの行動を観察中。彼女は談話室でおやつを食べながらテレビを見ていました。ああ、はい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 。その時食べていたのは、さあどっち、スナック菓子ドーナツ。え、ドーナツ。よし、それじゃあ真実の天秤に聞いてみよう。え、これ何。金と愛情を計りにかけりゃ、え、君の心もゆらゆらチーン。あ、クイズ、クイズか。宿泊客の行動クイズかな、もしかして。はい、かっ。でもこれ、この結果がさ、正解なのか不正解なのかもよくわかんないんだけど、このダラーが落ちてるのはいいのか悪いのか。君はミイラ父ちゃんの行動を観察中。まだやるのかこれ。彼は毎朝8時になるとある場所へ移動していました。朝8時。さあ、そのある場所とはどっちだ。診察室、談話室。え、知らねえ。診察室じゃない？なんかさ、採血されたって言ってたよな。よし、それじゃあ真実の手。おう、金と愛情。キャサリンに採血されてるのでは？朝果てて。知らないけど、見たことないけど。あ、だら落ちた。いや、だからこれどっち。正解なの？不正解なの？正解なのか、だら。君はカクタスガンマンから魂を奪うため追跡中。彼は談話室でテレビを見ていました。さあ、彼が見ていたのはどっち。ニュース番組、西部劇。え、知らねえ。いや、でも西部劇じゃない、キャラ的に。金と愛情。いや、これ、いや、多分クイズだよな、ね。はい、いや、どっちなんだよ、だから。わかんねえよ。いや、でも多分正解なんだろう、これ。ダラーが落ちてる方が。おお、ゴールド。君はマイさんを追跡中。彼は倉庫の中に入っていった。倉庫の中で彼が行っていたのはどっち。あ、時計の修理、これは見たことある。それじゃあ真実の天秤に。おう、金と愛情。あ、ゴールドも一緒なのか、やることは。本当に色が違うだけなんだ。おう、ダラーが落ちた。そしてちょっと言い方が調子乗ってた。他の審判小僧。え、君にはまだ現実を見つめる力と試練に耐える精神力があるようだ。おう、この先に待つ辛い試練を乗り越えていく君にこれをプレゼントしようではないか。え、あ、くれんの。え、マジで。あ、もういいんだ。え、めっちゃあっさりもらっちゃった魂。え、いや、なんなんだよ。結局今のはクイズでよかったの。なんでもらえたの俺。正解だったから、正解だったのかな。おい、おや、ランタン。あ、はい、名前知られてる。君はまだこんなところをうろうろしているのかい。
いやまあだって来たばっかですし、まだ次にすることはもう分かっているはずだ。迷わず部屋に帰るがいい。あ、はい余計なトラブルに巻き込まれる前にね。はい、カックーン何なんだ。あ、魂私に行けと。じゃあ、え、最後の魂めちゃめちゃあっさり手に入っちゃったな。よし、わしが探しとった魂これで全部集まったで。やった、アンサーのおかげや。よしよしよし、これで元の世界に返してくれんの。あげた12個目の魂。預かった印に反抗しときますぜ。ありがとうございます。よっしゃ、約束通り元の世界に戻る道を開けたろやないか。あ、やった、元の世界に帰れるこれで。はあ、なるほど。いや、マイさんが一番難しかったかもな。元の世界の扉はロビーの正面玄関や。あ、そうなんだ、あそこから出れるの。その前に集めた魂全部バッサリ解放するで。あ、お願いします。解放、元の持ち主に返すってことなのかな。でも多分死んだ人の魂だよねこれは。おお、解放されてる。いやでもグレゴリーのママがめちゃくちゃ保管してたけどな。あの辺の魂は解放しなくていいのか。おお、何これ生死生死感あったな。第5夜脱出の時。お、ついに脱出か。よしよしよし。それは本当か。まあまあ、あの客が魂を集めているというの。いや遅いな、情報言うの、はい、まあ、もう全部集めきっちゃった。魂を全部解放してしまったようで。そうだよ、元はといえばお前のせいなんだよ。お前の脳みそには記憶力ってものがないの。すげえ金属音してるから。おやめください、まあ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 の言い方好きだな。こうなったらやつ自身を魂にして飲み込んでやるよ。え、待ってるわ。おお、あ、ランタンの魂が狙われているマーマーに。え、やっぱ対決するのかママと。よし、正面玄関から。あ、元の世界に。あ、あれ、あ、住民みんないなくなってる。猫ゾンビ以外。これは猫ゾンビに会いに行けということか。おい、猫ゾンビ、一緒に逃げようぜ。のぞ。とりあえずのぞ。お、いるいるいる。おい、猫ゾンビ。あ、何も喋らないか。じゃあ、普通に話しかけに行こう。おい、猫ゾンビ。出ようぜ、一緒に。ランタン、今本当のことを言うと？え、何？君がここまでやり抜くことはできないと思っていたにゃ。あ、そうなの？脱出？いつもやってくる客のように立ち向かうことに疲れ逃げてそのまま流されて。あ、俺以前にも客がいたんだ。結局はこのホテルに居ついてしまうのだろうと。はあ、なるほど。挑み続けるのに疲れると。でも違ったにゃ。君は君ただ一人、君の意志で現実に帰ると決め、それをやり遂げようとしたにゃ。え、どうしたん、猫ゾンビ。めっちゃシリアスなこと言うじゃん急に。願うことなら誰にでもできるにゃ。だけどそれを実行する者はどれだけいるにゃ。いや、いるにゃって言われても。ありがとうにゃ。僕も決心がついたにゃ。え、何決心って。一緒に逃げるか。さあ、あとはロビーの扉から出ていくだけにゃ。一緒に行こうぜ。扉の外に出たら振り向かずに行くことを僕と約束してほしいにゃ。え、あ、一緒に来ないの。おい、あ、同じこと言ってる。おい、猫ゾンビ、腹パンしてグリーンハーブ取ったの許すからさ一緒に帰ろうぜ。おい、え、無理なんだこれ。猫ゾンビはここに置き去りになるのか。え、じゃあまあとりあえず玄関に行くか。いやでも絶対これさ、マーマーが邪魔してくるでしょ。普通に返してもらえるわけないよな、あんなムービーあって。え、出る、出れるのか。あ、開かないな、開かない。鍵かかってるじゃんやっぱ。え、あ、この影は僕らのクラブのリーダーはやめとけ。ママ、あんたかい。私の大事な魂を集めて回ってたの。そうです、私が変な実況者です。そんなことをしたのに逃げられると思ってるなんて
大した度胸じゃないか。いや、ママは今までどこにいたんだ。だけどそうはいかないんだよ。怒っとる。おこだよママが。てかグレゴリーは、おお、何それ。え、おお、燃えた。ママそんな魔法使えるの。ランタン、あ、無事か。扉にひびが。え、あ、気絶した。ランタン、いや、それあんなメラゾーマみたいなの食らったら倒れるわ。え、何をしているにゃ。猫ゾンビ、早く立ち上がるにゃ。え、いや、だってもろに。ここで諦めちゃダメにゃ。はっ、さあ出口へ向かうにゃ。え、どこ。ここ現実に帰りたいのならここから早く逃げ出すにゃ。いや、逃げ出したかったんだけど。あの扉の向こうには君の帰りたい世界があるにゃ。いや、でもなんかパワーで強引に押し切られた。炎の魔法で。あっ、気がついた。ここどこだ。誰、気のせいか。いや、猫ゾンビだろ。誰はひどいだろ、お前。完全に猫ゾンビだったじゃん。え、どこ、ここ。あれ、地図に載ってない。え、あ、出れる。あ、出れるんかい。監禁されてるわけじゃないのか。うわー、どこだ。え、とりあえず進んでみるか。え、なんか変なとこに連れてこられたぞ。どこなんだここは。え、てか暗、また暗闇状態になってる。よくなるな。壁か。いや、暗くて壁かどうかも見えないな。あっ、扉がある。ん、道が二手に分かれてるな。じゃ、とりあえず目薬使うか。オッケー。じゃあ扉の方先行ってみるか。開くんかい、普通。あっ、階段だ。え、ちょっと待って、反対側は。反対側も気になるぞ。こっちもチェックしよう。あっ、なんかある。扉だ。鍵、あー、なるほど、こっち後回しだったか。戻らなきゃ。じゃあ先にこっちか。オッケーオッケー。どこに通じてるんだ。あっ、緑色。あっ、ママの肖像。はいはい。あ、じゃあこの先ママの部屋か。え、あ、ママの部屋。え、これバトルじゃないの。おお、魂を保管してる部屋。あ、ここに通じてるんだ、天使のハーブ。え、この魂たち解放してあげた方がいいんじゃない。ほっといていいのかな。アイテム見つけた。希望の鍵、なんだこれ。てかママもグレゴリーもどこ行ったんだ。グレゴリーハウスのどこかに存在する秘密の部屋への扉を開く。はあ、あ、さっきの行き止まりの扉、この鍵で開くのかな、もしかして。なんかそんな感じするな。これだけか、この部屋は。なるほど。と、じゃあここで鍵を使うのかな。あ、使えたし。セキュリティガバガバだな、おい。閉じ込める気ゼロかよ。あ、どこだ。あ、ルーレット小僧のとこじゃん。あ、戻ってこれた、地下1階に。あー、ここに繋がってたんだ。なるほどね。え、じゃあこれはもう一回エントランスに行けってことか、地上の。それでいいのかな。いや、普通に出てこれちゃったよ。いや、全く監禁とかじゃなかったな。ちょっと遠いところに運ばれただけじゃん。普通に歩いて脱出できちゃったよ。よし、じゃあ。お、なんだ、柵が降りた。これは、あ、まあまあ。よくもまあ戻ってこれたね。いや、もう普通に鍵開いてましたからね。根性があるじゃないか。いや、誰でもああするんじゃない。根性とかじゃない。私に歯向かうとは面白い。え、覚悟しろ。いや、歯向かった覚えないけど。おお、なんだなんだ。え、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 おお、え、いって、ちょ、頭ぶん殴られて、ちょっと。いや、やめろババア。ちょちょ、こっち行って、ちょ、やめろ、行って、いって、ちょ、ババア、やめろ、頭ぶん殴るのやめろ。ちょ、ババア。え、何これ。あ、やっぱボス戦あるんだ、ママとの。え、どうしたらいいのこれ。いや、でも戦う術を持ってないぞ、ランタンは。おーおーおー、え、どこ行った。は、あ、ワープしてくる。なんだこいつ。え、え、え、あ、ババア疲れてる。おー、炎の魔法。おー、あれ、扉に当たった今。
笑ってるで、おい、来た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 、ちょ、やめてやめて、頭ぶん殴るのやめてあれ地味に痛そうだから、音が痛そうだから、ゴスって。お、疲れてる。え、どこ行った。おー、炎の魔法、あぶねー。いや、これさ、ちょっと俺に考えがあるんだが、ちょっと待てよ、逃げる逃げる。あの炎の魔法をさ、多分この扉にぶつけるんじゃないか。なんか音が違った気がするんだけど、ぶつかった瞬間のかわす。あー、ちょっとずれたか。いや、多分扉に当てるんじゃないか、あれで、扉を、いった、来て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 、怖い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 、まあまあ怖い、まあまあ怖い、ちょっとてか、なんでこんなすごい魔力を有してるのにあんな原始的な攻撃方法をしてくるんだ。あの、はぁはぁ言い出したら魔法を使ってくる。来た来た来た、よしで、これで、はい、かわす。あ、やっぱり炎の魔法を扉に当てると扉は壊れていくぞ。そういうことか。よし、来い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 、はい、かわす、オッケー。まだか。いや、でももう、もうあと一息だな、扉壊れるまで。よしよしよし、おー、めっちゃ撃ってきた、危ない。あ、あ、ママ、あー、連打してる。あ、やった、壊れた。よし、これでクリア。え、まだある、ランタン、ちょ、棒立ちしてないで。おー、よくかわしたな今の。お前だけは決して逃がさしないよ。ママめっちゃキレてる。いや、でも逃げたよ、逃げたけど、まだ追いかけてくる。あ、道が、お客様、あ、グレゴリー、どこへ行かれるのですか、お客様。お前今までどこにいたんだ、ママと戦ってる間。お戻りください、その先には辛い辛い現実しかないのですよ。いや、辛くても俺は現実に帰るぞ。じゃあ顔、もうちょっと緊迫感のある表情しろ、何も考えてなさそう。言ってしまいましたか。あ、逃がしてくれるのこれ。は、なんか出た。え、何それ何それ、なんか著作権的に著作権的に危ないシルエットのやつ出てきた。ちょ、おい、忘れたのです、その耳ダメだろ。月のない夜のこと、僕らのクラブのリーダーじゃん。月のない夜、何の話。は、おお、なんだ、あ、走る。ちょ、めちゃめちゃ体力が削られている。え、何これ、走ったらいいのか、とりあえず出口へ走れ。黙れ、僕らのクラブのリーダーそのシルエットやめろ、その耳をやめろ。お前怖いぞマジで、敵に回すと怖いぞ、あっちの人たち夢の国の人たち来るぞお前、あんなグレゴリーハウスなんて一瞬で消せるほどの力を持ってんだから。お、よし、ゴール。おー、いった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 、ランタン脱出できた。おお、振り切ったか、グレゴリーを。いやー、え、あれが真の姿なのかな、グレゴリーの。第6夜、猫ゾンビ。え、猫ゾンビ、あいつがテーマになってる。はあ、なんだこれ。え、どこ、断ち切ったのか。はっ、死神、断ち切ったのか。ちょ、なにこの太陽を見た時に目の中に見えるやつじゃん、わらじ虫みたいな。やってくれたんやな、死神。さあ、約束通り元の世界に戻したろやないかい。もう早く返してくれよお前。この道を行けばええんや。あ、まだ歩くの、まだ行くの。え、なんや、用事があるんかいな。用事、早済ませてきや。え、なになになに、用事とは。グレゴリーハウス、ん、なんだ、めっちゃ雷鳴ってるけど。あ、あ、猫ゾンビ。まだこんなところにいたのかにゃ。あ、お礼なんていらないにゃ、早く行くといいにゃ。あ、猫ゾンビを迎えに来たのか。あ、一緒に行こうって。おお、一緒に帰ろうぜ。それはできないにゃ、この足かせは僕の苦しみ。足かせ、苦しみから目をそらすことはできないにゃ。いや、でも、あ、外せるじゃん、やっぱり。お、ハンカチ。あ、さあ、これ最初から持ってたやつ。同情はやめてくれにゃ、さっさと行くにゃ。なんで、なんでそんな固くなに。君はもう決めたんだにゃ、振り返らずに行くにゃ。え、猫ゾンビ、なんで。
猫ゾンビはやっぱ現実に帰る決心がついてないってことなのかな。あーあ、ハンカチは置いていったんだ。え、あ、首に巻いた。なんで？あいつが逃げちまうよ。まあまあ大丈夫ですよ、まあまあ。今から追いかけてとっ捕まえれば。まだ追いかけてくる気か。まだ間に合います。え、だいぶ逃げたと思うけど。あ、猫ゾンビ。なんだ、また鎖を食いちぎったのか。ここはお前の来るところではないぞ。部屋に戻ってろ。え、あ、早く止めるんだよ、グレゴリー。火を。猫ゾンビ。もう終わりにするにゃ。え、あ、これが決心だったの、猫ゾンビの。あ、ロストドールがめっちゃ燃えてる。地獄のシェフ。あ、ジェームス、めっちゃテンション上がってるじゃん。私の魂たちが。あ、魂が逃げていく。私のカオスが不縁の炎に包まれてゆく。なんだそれ、最後にポエムを読んだグレゴリー。あー、グレゴリーハウスが燃えた。真っ赤な炎。あー、そっか、破滅するって言われてたもんな、グレゴリー。猫ゾンビ。世界は君の迷いが生んだ世界。君の心の弱さが幻のホテル。え、現実に戻るか戻らないか決めるのは君。あー、猫ゾンビ。ハンカチが。あー、グレゴリーハウスが。あー、燃え尽きた。なんだ。ふと聞こえてきた悲鳴に、エンディング。思わず振り返った私が見たものは、空を夜間ばかりに燃え上がったホテルが崩れ落ちるところだった。はあ、一体なぜあんなことになったのか、今となっては知る由もない。猫ゾンビは私にできたことはただ走ること。この自分、俺のために光る道を走り続けることだった。俺のためにグレゴリーハウスを焼いたのかな。今ならわかる。二度と現実から逃げてこないように。え、あのホテルは現実から逃げ出した私が作った幻の世界だった。あ、やっぱりな、言ってたもんな。確かに私はあのホテルから逃げてきた。おう。しかし私のために用意された部屋。そう、部屋。優しい狂気と生温かい恐怖に満ち、優しい狂気、私を温めてくれた。あの幻の部屋を出て、はあ、現実に帰るということ。寒風を一身に受け、苦しみに立ち向かうことであると。なるほど。その時の私は気がついていたのだろうか。逃避の場所だったんだな、グレゴリーハウスは。だけどこれから先現実に立ち向かうことに疲れてしまったら、私は再びあのホテルを訪れるに違いない。はあ、その時が来たら、今度こそ、今度こそ、今度こそ現実に戻ることはないだろう。あ、そういうストーリーだったんだこれ。現実に疲れた人が逃げ込む場所なんだ、グレゴリーハウスって。え、そんなん現代社会めちゃめちゃ逃げ込みたい人いそうだな、グレゴリーハウスに。満員御礼だろ。お、なんだこのムービー。あ、お、お、グレゴリーハウスが復活してる。え、おー、魂がまた戻ってきている。あ、そうか。こうしてまた一人、また一人。あ、現実に疲れるたびに誰かがグレゴリーハウスに誘い込まれるということか。おか
なさいませお客様。え？分かっておりましたとも。戻ってきてくださると。戻ってきた？え、俺が？だいぶ現実にお疲れのようで。はあ。ごゆっくりお休みくださいませ。うわ。え、終わり？ウェルカムトゥグレゴリーハウス。うわ、終わった。え、ちょ、何この終わり方。猫ゾンビの頑張りとは。うわ、終わったし、マジで。なんてやるせない終わり方なんだ。はぁ、いや、そうか、忘れてたけど、これホラーゲームだもんな。まあ、ホラーゲームなら、決してハッピーとは言い切れない終わり方になっても、まあ、そうかってなるな。いやー、じゃあ、そんな感じでグレゴリーホラーショーでした。いや、結構サクッと終わっちゃったけど、このゲームね、この住民の行動パターンとかめちゃめちゃ作り込まれてて、めっちゃクオリティ高いなって思いましたね。あとキャラデザね。やっぱこのキャラデザがすごいわ。このキャラデザだけで俺やるの決めたみたいなとこあるからね。いや、 やっぱキャラのアニメーションとかすごい凝ってたし、その辺も良かったな。はい、じゃあそんな感じで、グレゴリーホラーショーでした。お疲れ様です。ありがとうございました。